墨田は日本海軍の砲艦、伏見型砲艦の二番艦である。艦名は仙台墨田の修行で、この名を持つ日本海軍の艦船としては二隻目。藤永伝造船所で建造され、1940年5月31日に竣工、砲艦に類別された。島事変では長江流域の紹介活動に従事、太平洋戦争においても、 長江流域の警備に従事した。1944年10月1日に軍艦から除かれ艦艇の砲艦に類別が変更された。終戦時には航行不能の状態で上海にあった。その後、中華民国に接収され、国府海軍の交際茶腸氏となるが、1949年に中華人民共和国に投降し、航風ジャンと改名。 1960年代に除籍。藤巻実の中佐。1939年11月20日から1940年5月31日。藤巻実,実中佐。1940年5月31日から1940年10月15日。門田一時少佐。中佐。1940年10月15日から1941年8月20日。山崎義吉少佐。 中佐、1941年8月20日から1942年6月22日戦士、同日付任海軍大佐、以後7月10日まで、艦長の発令なし。橋本正夫少佐、1942年7月10日から1943年11月3日、以後11月5日まで、艦長の発令なし。大西雄二少佐、 1943年11月5日、法官庁1944年10月1日から1944年10月10日、上尾表一大尉、少佐1944年10月10日から1945年1月10日、鈴木正夫大尉、1945年1月10日から1945年8月15日。ありがとうございます。